やってまいりました。木更津発ぶっちぎりアイドル C スタイルの八剣さくらと潮干狩りあふみがお送りするオーガニックシー木更津特別編。うちら C スタイルが木更津の魅力情報を伝えていくんでよろしく。はい、ということで今日は鳥居崎海浜公園にやってきました。やってきました。この公園はただいまリニューアル工事中ということなんですけど、はい、どんな公園になっていくのか早速担当の方にお話を聞いてみましょう。なぜそもそもこのリニューアルをしようと進めたんですか？今工事しているこの鳥居崎海浜公園なんですが、実は大きなプロジェクトの一部、その第一弾なんです。プロジェクトなんですね。港を中心に発展してきた木更津を再び賑わいのある街にしていこうという構想のもと、パークウェイプロジェクトと称して進めているところです。プロジェクトっていうことは、あの鳥居崎だけじゃないってことですか？はい、港周辺には東公園、中之島公園があります。この鳥居崎海浜公園のリニューアル後の様子を見ながら、どんな公園にしていくのか準備に取り掛かっていきたいと考えています。どんな感じに完成するんですか？こちらをご覧ください。こちらが完成イメージになります。すごい、今までと全然違う。なんか日本じゃないみたいですね。おしゃれです。はい、今回はオープンより一足早く工事中の現場を見ていただきます。それでは移動しましょう。行くぞ、楽しみ。ここから現場に入ります。準備はよろしいですか？シャーヘルメット OK。 馴染んだ。ここがメインの入り口になります。道がなんか坂みたいになってますね。確かに確かに。はい、そうなんです。眺めを良くするために土を持ってタークしているんです。めっちゃ眺めいいじゃないですか。いいですね。すごい、すごい。これ何ですか？これは噴水なんです。噴水ですか？動いている頃をお見せできればよかったんですが、もうオープンしてからの楽しみってことですよね、うん、はい。続いてもう一つのビュースポットをご案内します。はい、こちらです。こちらウッドテラスですか？はい、鳥居崎は恋人の聖地になってもおり、その名もズバリ恋人テラス。恋人テラス、またおしゃれにカップル同士がね、コーヒー片手にお茶しちゃうの。お茶しちゃって景色眺めながら、いいじゃん、なんか妄想が膨らみます。続いて公園の南側に向かいましょう。南側ですか？富士見大橋を挟んで橋の下を通ってそのまま南の方に向かえるんです。いやー、こっちもなんかすごい緑がたくさんあって、うん、雰囲気がいいですね。すごい落ち着いてて、あの鮮やかなやつ、あれ何ですか？あれね、気になりますよね、はい、あちらは木更津総合高等学校の美術部の瀬戸さんによるライブペイントを施していただいた遊具なんです。木更津総合、マジ？うちらの母校、母校だよ。対戦、なんか嬉しいね。嬉しいですね。総合高校の生徒のみんな最高。ということで今回はリニューアル中の鳥居崎海浜公園の外周部分を見ていただきました。次回は店舗になっているお店の中にお邪魔していきたいと思います。楽しみ、気になります。いや、今回なんかこういう風に自分たちも建築してる段階で見れるっていうのはなかなかないから、すごいいい経験ができましたし、木更津の魅力が増えていくってことですごく楽しみになりました。ということで、今回のオーガニックシティ木更津特別編はここまで。また次回も会おうぜ。せーの、バイバイバイセカー。ありがとう。